はい、見るの見ないのどっちかな。見るー、見るるんこと白間見るでー。さてさて、今日はじゃん、お外で撮影しております。なぜかというと金剛山に来ています。ではちょっと登場してください。じゃーん、弟と一緒に今日は金剛山を登りに行きたいと思います。イエーイ。いきなりよな、この話。昨日決まったよね。イエーイ。昨日の夜なんか体動かしたいなってなって、あ、じゃあ行こうってなってんな。弟は何回目？2回目やねんな。弟2回目。友達、ね、友達と行ったことあって、きつい、きつかった、きつかった、めっちゃ。でも運動になるとね、なるので弟と登っていきたいと思うんですけど、まあでもね、朝ごはん食べてないということで、まずは腹ごしらえからしたいと思います。じゃーん。なんかね、昨日家、あ、ウッドハウス、ウッドデッキハウスすごい景色が、外でね食べれるようになってて、すごい景色綺麗。船釣りもできるのかな、船、うん、ね、綺麗、空気も美味しいわ。船ちゃうか、マス、マスですマスです毎回 YouTube 撮影はマネージャーさんがついてきてくれるんですけど、今回は自分の上心さんで買ったカメラを使って、今日はね自分で撮っております。見て、持って持って、これ、すごい、これ見て、じゃーんこれやって、あれやって、はい、はい、せーの、やっほー。顔を入れるの、それに。そうわかる？これやりたかっただけです。窓際の人たちの視線すごいで見てくれてんねん。仲いい兄弟やな、やばい、兄弟に見えてんのかな、デートしてるって思われてるのかな、やばいやつって思われてるやばい人はい、これだけじゃーん、カルパッチョ、めっちゃ美味しそういただきます。なんなんその呆れてる顔、何、なんか言ってあげよ、何、なんか言ってみよ、頑張ってはるな、かわいいね、おいしい、なんて、頑張ってはるな。いつもね、兄弟みんなにね、誰も見てないからって、ね、めっちゃ言われる。いや、誰も見てるとか思ってやってるわけじゃないから、本当に思って心からの表現をしてるのに、なんかみんなに嫌な顔されんの、ひどいわ。見習い、喜ぶよきっと。何？何？パプリカパプリカパプリカ、はい、どうぞ食べてください。じゃん、大本命来ました。何やったっけ、カルボナーラ鍋、ベーってしてる、顔、顔になってる。最初の一口は俺がいただく。もう絶対これ美味しいって。え、これ混ぜた方がいい、うん、もう潰したで、目、目2個潰します。え、めっちゃ美味しそう、これやばい、わーお、チーズが伸びる。はい、こちら、はい、たくさん水から気をつけてくださいね。美味しそう。ではカルボナーラ鍋、一口目いただき、マッチョ、外で食べるご飯って最高に美味しい、濃厚、うん、幸せ。はい、食べて食べて、これつけた、これつけた、じゃん、お肉、うまい、お肉いただき、今日この食べたカロリーを金剛山登って消費します、うん、できるかな、消費。
ゃん、食後のハーブティー。わあ、最高。ほっとする、しみるわ。さあ、ご飯も食べたことだし、今から登りに行きまーす。Go. ね、レッツゴー、イエーイ、金剛山、イエーイ、行くぜ、ゴーゴー。あ、もうしんどい。もうしんどい。マスクすげーし、暑い。もうしんどいっす。やばいな、もう足に来てんで。見てみ。え？まだ。ほぼや、全然さっき。まだまだです。まだ。うん。階段がずっと続くの？これ。あ、でも景色綺麗。綺麗じゃない？あ、涼しい、気持ちいいわ。まだまだあるやん、階段。ちょっと。やばいな、これ。喋りたいけど、喋る、なんか許さじゃない。階段めっちゃあんねんけど、やばい。これ、ずっと続いてんの？うん。イエーイ。第一段階の階段終わりですか？はい。見て、落ち葉が綺麗、可愛くない？じゃん。落ち葉、いやー、着いた。で、うわっ。かかってない。かかるもんなん。あ、かかったあかん。ほら、かかったらこんなになるやん。取って。取れた？こっち、後ろについて。取って。ありがとう。この道いい感じやん。なんか。ジブリみたい。ジブリのキャラクターのモノマネしてください。何か。はい、どうぞ。ジブリのキャラクター。うん。早く。線を出せ。線はどうだ。あれや。線を出せ。千と千尋の神隠し。なんかモノマネしてや、自分。なんかあったくない、こんな。え、あったよな、なんかあったよな。 あったくない、あのお風呂入って汚いやつ。あ、そう。恥ずかしい。富士山はね、一回 NMB の一期生の時にみんなで登りに行ったことがあって、でも最後まで行けなかったかな。8合目までで終わっちゃって、すごい悔い残ってんねんな。だから絶対富士山は克服したい、リベンジしたいなってめっちゃ思います。いいね、めっちゃ気持ちいい、風が、うん、いい空気、最高。いや、もう今日はね、朝からどうなることかと思ったね。山の前まで来るのにお父さんに今日送ってもらってんなね。でもその家出てからちょっとお父さんのお怒りスイッチを私が押してしまいまして、1時間半かかったんかな、この山来るのに。1時間半車の中でずっとお父さんに怒られ、気合を入れさされ、長い話を聞かされました。いや、どうなるかと思った。だってな、もう半分寝てたもんな。1時間半私目つぶってたもん、バレへんように。あ、でも送り出しするときはお父さんも機嫌が良かったみたいで、ご飯たくさん食べたんで良かったです。すごい、歩いてきた道。弟が音楽かけてくれるらしい。何の音楽？お？これなんでこれ知ってんの？これは、この曲は懐かしい。私が初めてダブルセンターちゃんセンターさせていただいた曲ですね。
長すぎてレールさらべて寝ている足を引けてやばい。どんな人だっけ。太陽登れ。早く登れ。海より海より全然覚えてない。五合目到着。何これ。金剛山頂へ1400米。どういうこと。ちょっと開けてきたんじゃないですか。ほら、あ、いい感じじゃ。あ、結構歩いたよ。弟がこの道ラストスパートと言っているんですけど、本当かわからない。違うかったら蹴り上げてやろう。何合目まで来たんや今。すごいよ。行ったよ結構。まだですか。もう弟に置いていかれた。よし、鉄棒めちょっとこよか行くで。あ、ちょっと待って。扇風機いけるかな。痛いね。すごくない。すごい扇風機や。ほんまに。あ、このブランコ低ない。すごい地面との距離が。ちょっとやってみたい。はい、低く。ちょっと低く。うわー、ケツ吸って。痛い痛い痛い。ケツ。いやん、吸った。何これ、やらすつもりないやろ絶対。4度雨夕。あれ、あったかいの買ったつもりが冷たいなってきたんですけど。まあいいや。乾杯。わっ、おいしい。しみる。結構いったよな。うん、あとちょっと。もうあと一息。さあ、山頂着くよ。もうやっとや。頑張った。だいぶきつかってんけど、結構さ、私お仕事とかでもさ、山登ること多いかったけど、もう一番きつい気がした。なんやろ、都市かな。見えました、金剛山頂って書いてる。なんて読む。山頂。あ、さあどんな光景が広がるのか、行くぜ。あちらで。うわー、すごーい、きれい、きれい。じゃん、金剛山いただき、いただきました。ダジャレか。イエーイ。1125個目。はい、もう着きます。看板が出てます。じゃん、お疲れ様でした。ちょ、行く前よりちょっとやつれた。いや、ちょっと金剛山は鬼鬼、めっちゃしんどい。階段ばっかの山。でもさ、行った場所と帰ってきた場所違うねんけど。お父さん車で待ってくれてんのにさ。でも何分、何時間かかった。往復で2時間ちょいぐらい、うん、2時間ちょいかかりました。行きも、行きのしんどさと帰りのしんどさ全然違うな。たまにはこういう経験もね、いい空気吸いながら弟と山登りは良かったです。
いやでも想像以上にちょっとしんどすぎて、今日終わってからジム行こうかなと思ったけど、やめます。帰って寝ます。ご飯食べて寝ます。はい、はい、ありがとうございました。バイバイ。